書家画家天国家である。加納直樹、内藤コナンと共に、中国学を開花進展させた一人に挙げられる。名は、孔、字を個性、孔は、宇山んの他に、石印、部門道人、眠道人、蔡室名に、部門室、何円老司祭道、草聖道などがある。通称は、牧太郎。 宇山の書さぬき高松藩士の長尾勝貞の長子として、香川郡高松に生まれる。幼い頃から父について、感覚を受け、天聖の司祭を見出される。明治21年、東京帝国大学文科大学古典講習科を卒業後、岡倉角蔵に共鳴し、東京美術学校の設立に尽力。また、美術雑誌。 国家の総監にも協力しその編集も行っている。この間、学習院、東京美術学校などで教弁を取る。明治30年から勤めた、熊本の第五高等学校では、夏目創石の同僚となって良き相談相手となり、私文などでも、信仰を深めた。明治十二年、東京高等師範学校教授に転じ、東京帝国大学文科大学でも、 講師を務め、明治35年に職を退官し、上海に移住。当時中国最大の出版社であった、商務員書館の昌兵に応じて、編集顧問となり、中国最初の中東教科書の編纂に従事した。書賀骨董に通行し、大正元年には、岡倉角像の紹介で、ボストン美術館の関西院を移植され、美術品の選別にも携わっている。 民国2年、御章石が西院者の社長に就任するに及んで、河合寄りと共に、これに参加している。大正3年に帰国。京都に京構え、在野の学者として、研究と工学をし、文人とて、師匠が残埋の暮らしを送った。中日申告講師のはじむ務所まさ、初期間、抵抗書、御章席、羅新玉、内藤コナン。 カ野直樹、犬飼武史、添江島種マタオミなどの当時一流の学者や文人と交友を広めた。その書は法上をんじすべての書体を良くしたが、とりわけ草書に優れた。詩文ははじめ国物絵外と同じく、民の七子の風を標榜したが後には、投資、奏史にも影響され独自の詩風を確立した。ガは、牧畜図を得意とし、書画の鑑定に詳しかった。 平安書道会副会長、日本美術協会評議員を務め、他に、台東書道院、日本南外院などに参加した。昭和17年4月、京都の自宅にて没する。去年79。昭和40年、中国書画話が刊行。ありがとうございます。